典型的にいいからね、本当ね。この量ばっかりこう狙うっていうのなかなか取れないじゃない。結構ここの仙骨とここの関係でここを固めちゃってるだけの話なんで。ハピセラ TV ノブです。ミキティです。ハピセラ TV 腰痛仙骨ほぐしやあ。腰痛仙骨ほぐしです。うんうん、いいね。ほぐされたね、あれですよね、うん、もう腰痛といったら、うん、やっぱり腰部だけじゃないっていうところで、まず臀部ってよく言われるでしょ、うん、で臀部っつってもちょっと細かく言うとね、仙骨の際なんですよ。仙骨の際はね気持ちいいし、腰痛めっちゃ改善しますよ。いいですね。うん、なぜかというと、うん、その仙骨の歪みと骨盤の歪みが、うん、そこをほぐすことによって取れるからです。あと前傾、前傾の人、後傾の人もそこをやることによってちょっと戻るんですよ。これね、私もやられるのめっちゃ好きです。でもなかなかやる人少ないと思います、見てると。普通にね、腰部だ臀部だはやるけど、仙骨を狙ってほぐしてますかって言ったら「えっ?」っつって、仙骨押してるやんね、もちろんしてる人もいるけど、ミキティも押すじゃん。私ゴリゴリ好きじゃん、私がこう横からやるのあれ好き。それをね、私でものぶちゃんにやってもらったやつのあれで、あ、こういうベクトルでこういうふうにしたら剥がれるって感じ。剥がれる、仙骨が剥がれる、大事件、大事件、仙骨が入れて剥がれるみたいな。なんかそれが結構感動的だった。今日やるのかな。いや、どれか忘れた。押し下げるやつ、下に。ああ、押し下げるやつね。そう。あれはね、椎間板の異常がある人ね、超有効なものですね。なんかさ、やるときに、もし頭に向かってこうやって上に乗ってたらさ、上に上げる人って多いじゃん、圧はね。圧して上にみたいな、上げる人がいるけど、下ってなかなかないから、あれは、あ、そっち、そういう感覚なんだ、みたいな。これはね、やっぱね、地上系の感覚でやってきてる人はね、実験が好きなんで、したらね、腰部を仙骨ロックして、下に剥がすと、4、5番の椎間板の歪みが楽になるんですよ。っていうかね、やっぱ重力って詰まるわけですよ。だから剥がしてあげましょうっていう。それでも正確に言うと仙骨剥がしじゃなくて、どっちかの仙骨と腰椎5番の理解みたいな話になっちゃう。でも今日ちょっとそれもちょっとやりながら仙骨ちょっと剥がしやってみましょう。はい、じゃあいきます。レッツゴー。やってみよう。